皆様、ま、こんにちはキャリアフォーカス代表そしてワークライフバランスコンサルタントの田田さとみと申しますどうぞよろしくお願いいたします本日のテーマ働く価値観の変化に対応したワークライフバランスです どうでしょう皆様働く価値観変わってきたと思いませんかコロナ禍でね、働き方変わってきたりとか働く価値観変わってきたかなと思うんですねそれは若者シニアに関わらず変わってきたかなと思いますそうするとワークライフバランスも変えていくアップデートしていくという必要性があります今日はワークライフバランスをアップデートするためにはどうしたらいいか こういったことを皆さんとご一緒に考えていきたいと思っていますでは自己紹介です私働き続けたいと思って県庁に入ることを選択しましたそしてもう一生つ働き続けたいと思っていたので、えー、たくさんね驚くことがたくさんあったんですねでまずはその一部をご紹介したいと思いますまず女性は 受付秘書,書務と道筋が決まっていたんですね男性違ってますで次に驚いたのはあそういうことなのか、えー、そういうことであれば当時ね価値観結婚して出産す,すべきという価値観がありましたから私も疑うこともなく、えー、取り込んでで先にじゃあ結婚と出産と済ませてしまいましょうと思ったんですね。人人人 で、私、核家族でしたから、保育園に預けながら、働き続けていきました。そうすると、周りの人たちが、女性の本分は家事、育児でしょあなたはわがままな人じゃねえと、まあ、それもちょっと驚きだったんですね。で、そう、そうは言っても、それにめげず、働き続けて、40歳になりました。 私二十代で三人子供を産んでいましたので、だいたい四十歳ぐらいになると子育て終わってるということで、えー、さあ仕事をするぞーとね、こんなふうにこう腕まくりをしましてね、えー、でふとこう周りを見回してみましたら、あれ？男性疲れてる？まあそんな気がしたんですね。でこちらはね、もう力を蓄えていますから、あれもしたい、これもしたいとね、もうあの溢れておりました。 で成果を出してきたということがありますので、えー、私はあの振り返ってみましたらねワーク・ライフ・バランスのトップランナーというとおこがましいんですけれども、うん、実践者であったわけですよね。で今地域の中にもいろいろな分野の方々友人知り合いたくさんいます。なのでワークもライフもなんと忙しいこと。 そういう状態なんですとても充実していますなので、えー、今日は皆様方にワークライフバランス実践するといいことたくさんあるよこんなこともお伝えできればなぁとそんなふうに思っておりますまあそんな私なんですけれども起業したのは64歳の時ですまあ64歳というとね皆さん不思議がられるんですよねなんで64歳でとね はいえー、私はあの女性が活躍する社会を作りたいとこういう思いで、ね、起業いたしましたなので昨年「働く女性の教科書」という本を出版いたしましたこの本の内容というのはアンコンシャスバイアス無意識の思い込みを外したら仕事も生き方もとっても充実するよというメッセージを発信しています。で女性という ついていますけれども、あの結構男性の方にもね読んでいただいて、いやいや男性も役に立つよなんて感想もいただいております。では本日の流れです。人生百年時代をどう働きどう生きるか。皆様人生百年時代、百歳まで生きると思っていらっしゃいますよね。はい。二十歳から六十歳まで四十年、六十歳から百歳まで四十年。 同じだけの時間があるんですね。私たちには。そうすると、六十歳から、どう働き、どう生きるか。というのは、それまでの四十年間を。どう働き、どう生きてきたか。これがとても影響するんです。はい、そこを考えていきます。そして二つ目。パーパス経営と社員エンゲージメントね。はい。 えー、皆さんどうでしょう私あの経営者の皆さんとお話しすることが多いんですけれどもね皆さん口を揃えておっしゃいます人手不足だとねなのに社員が簡単に辞めていくと社員が定着しないってことなんです社員が定着するためにはこれですパーパス経営と社員エンゲージメントを高めるこういうことです3つ目 ワークライフバランスのアップデートということです先ほどねご質問をさせてもらいましたけれどもワークライフバランスアップデートしていく必要がありますどのようにアップデートしていけばよいかそこを皆さんとご一緒に考えていきたいとそんなふうに思っておりますでは最初のパーツ人生百年時代をどう働きどう生きたいですか 働く価値観変化してますよねはいではここで皆さんに質問です皆様何歳まで働きたいですか最近私はセカンドキャリアのね研修をご依頼を受けることが多いんですけれども冒頭こんな質問をしますそうすると65歳まで,で働きたいよこういう方が多いんですね これはの年金の受給年齢が65歳からというのも影響しているのかなとそんなふうに思いますけれども100年時代ですから65歳といえばまだ入り口なわけですそこで厚生労働省が調査をいたしました何歳まで収入を伴う仕事をしたいですか というものなんですが65歳まで 25.6%70 歳まで 21.7%75 歳くらいまで11.9%そして「働けるうちはいつまでも働きたいよ 20.」20.6%このような結果になっております。実際私も 60歳の時には歳歳までを働こう65歳になると今75歳までで働こうと思ってるんですねまあそのうちまた伸びてくるかななんていうふうに思ってるんですけれども、えー、企業にね伺いますと「最高年齢何歳ですか?」とお尋ねをすると「75歳です」ってねよく聞くんですよね。ということは皆様かなり長く働く働きたい。 と思っってらっしゃるで企業の方もできれば長く働いてもらいたいというお気持ち終わりだと思いますので。ということは同じ職場の中でかなりの年齢層幅があるということです、はい、では人は何のために働き何のために生きるのか、はい、マズローの5段階要求説があります。 えかつてはね5段階ですから自己実現の欲求ここまでしかなかったです自分の能力をフルに発揮し仕事に結果を出すマズローは晩年6段階目を付け加えました自己超越です他者や社会のために尽くすことで自分の人格を磨いていくとはい私は今ね自己超越の段階に来ているわけです ですから6段階目はベクトルが他者社会に向いているそして、えー、自己実現は自分の方に向いていますということはね、えー、これからますます社会の方にベクトルを向けていく人が増えていくということですでは次に Z 世代働く価値観変わってきています Z 世代というと25歳以下の若者ですよね、はいえー、生まれた時からねインターネットが存在していたデジタルネイティブといえるんではないかなと思うんですけれどもどうでしょうか皆様ね、えー、私はあの専門学校の講師をしてるんですけれども本当に今の若者ね価値観違います。 まず、あの、叱られて育ってないんですね。それから承認欲求強いです。権利意識高いです。上から目線嫌いです。ということは、私たち指導方法をね、変えなければいけない。ということなんです。こんなことがありました。えー、ある日ね、ある生徒が言うんですね。棚田先生、厳しいね。え、こんなに優しいのに、どこが。ね。 どういうところかとまあ、ね、聞いてみたんですねでそうすると、ね、寝てると起こすと言うんですよ今つぶやきませんでした当たり前でしょで、まあ、そこは、ね、私はちょっとグッとこらえましてね、えー、あなたのことが大切なのよと言ったら何と言ったと思いますありがとうございます本当に、ね、悪気がないんです、はいまあ、そんなあの Z 世代の方ね えー、マイナビ調査を見てみましょう仕事の価値観一生食べていける安定した仕事を持つ自分の好きな仕事を一生続ける将来の姿愛する人と結婚して子どもができて幸せに暮らすいかがですか意外と,一緒一緒ですよ、ね、ということは、えー、その自分の好きな仕事かな といいう,うに仕事を見ています会社を見ていますで転職に対して抵抗感ないですからね、えー、まあ探し続けるということになりますそして人生において優先度の高いものコロナ前は家族次に仕事が入っています自分趣味友情お金こういう順番でした今家族自分趣味あれれ仕事は 友情お金、えー、やっと出てままいりました仕事という順番になっております。ではということですから仕事に打ち込んで地位や名声を得ることなど成功を収めるこのことよりも自分の趣味などを大事にしながら家族と安定して暮らしていくこれを理想としています。そして結婚後は 当然共働きだよ子どもを持った場合は育休も利用しながら男女一緒になって協力し合って育児をするよこういうことなんですね。どうううででししょょいかがでしょうということはバランスを考えるというよりももう最初からワーク・ライフ・バランス感覚を持って社会に出ているということが言えるのではないでしょうか。 ですからあの今ね入社試験を受けたりしておりますけれどもね、えー、本当にあのインターネットねいろんなところを、えー、検索しておりますね口コミネットなんていうのもね、えー、こうチェックしているんですけれども何をチェックしているんかなと思われますか「ファミリーフレンドリー企業かな」とかね「男性育休本当にとってる?」とかね、えー「離職率どのくらい?」とかね えー、社内保育園あるとかね、まあ、本当にチェックしていますでホームページを、ね、見ました時に、ね、女性活躍推進してますよえホームページには女性出てきてないじゃないこれはねあ現実とは違うんかなというふうになりますそして今人的資本と言われておりますけれどもね、えー、社員さん社員に対して教育研修どのくらいしているかここもねチェックしてます。はい ということで今時の Z 世代の働く価値観でしたではワークライフバランス何のために取り組みを行うのかということなんですがダイバーシティインクルージョンこのために行っていますどういうことかインクルージョン 多様な属性や特性を特質を持つ人々が組織内で生かされその能力を十分に発揮しながら一体となって相乗効果を発揮できている状態これを言います例えて言えばダイバーシティはフルーツバスケットねそこにリンゴやブドウいろんなものがある状態ところがインクルージョンの場合は、えー、ミックスジュースなんですね だからまあいろんな人が一体となって混じり合うことで相乗効果が出るとですからどのくらいの割合でどの果物をこう入れていこうかなによってね味もねに、えー、いも変わってきますこれがインンクルージョンになりますそして、えー、先ほどの「ダイバーシティインクルージョン」 これを図式化するとこのようになります。え左側バスケットですね。えー、まあ、そこに存在しているけれども境界線、フォルトラインができています。ところがミックスジュースになりますと男性、女性、価値観、経験、専門性、年齢、国籍関かかわらず混じり合っているってことなんですね。ですから一つの仕事を一緒になって 仕事をしていくことによって新たなイノベーションが起こったりということができてきますですからダイバーシティ成功のためには多多次元的な多様性が重要ですそしてその鍵となるのがアアンコンコシャススバイアスです無意識の思い込みこれを外さないことにはねインクルージョン実現しません。 アンコンシャスバイアスとは無意識のの思い込みのことです私たちは何かを判断するとき瞬時に判断してますよね。瞬時に判断してるんですけれどもその時にはこれまでの価値観とかね経験則もう総動員して判断しています。だけれどもアアンコンコシャススバイアス このようにね氷山のように出ている部分意識している部分というのは6%であと94%は潜っています無意識です無意識潜っているということはなかなか気づけない問題が起きても修正しにくいということが言えます。そしてこのバイアスがあると 偏りのない視点でメンバーを見ることができない尊重できなくなるということになりますよく色眼鏡で見るって言いますよねそれってやっぱりこの人はきっとこういう人だろうとかねもうちょっと決めつけているんですねまあそういう意味で色眼鏡で見られているとどうでしょうか皆さん方なんか尊重されてないなという気がいたしませんか はい、だからあの若者たちが、ね、退職するというのはもうこの会社では自分の居場所はいないな存在価値はないなというふうにね思ってしまうというのもあります。では様々にアンコンシャスバイアスありますけれども今日は組織を妨げるアンコンシャスバイアス6つをセレクトして持ってまいりました。さあ皆さあ皆んどううでしょうか えー、自分はねこういうバイアスあるかなないかなそんなふうにご自分を振り返っていただきながら聞いていただければと思いますそしてチェック項目つけておりますのでそちらの方に「あ自分はそういうバイアスあるな」といった時には二0丸ね、えー「ちょっとあるかなあ,あるな」と思うのは一重丸。 いや少し悪かな「三角」「いやいやないよ」というのは「罰でねつけて頂ければというふうに思っていますではいきますステレオタイプ人の属性や一部の特性性別や年齢学歴などこういったことをもとに先入観固定観念で決めつけてしまう「あの人は何とかだから何とかだ」とかですね「えー、女らしく男らしく」なんていうのも このステレオタイプに入ります2つ目正常性バイアス問題が起きてもね私は悪くないと自分の都合のいいように思い込んでしまううちは大丈夫私は大丈夫私は問題ないというふうに思うことなんですね。例えば災害いやうちはうこらないよね。どうですかもういつどこで災害が起きても不思議はないですよね。 だけどね、正常性バイアスがあると、いや、大丈夫、うちは、って思っちゃうんですよね。確証バイアス、自分の考えに一致する情報ばかりを探してしまう。セレクトしています、私たちはね、情報、自分の考えに合う情報。なので、やっぱりね、とか、えー、あの人は悪い人だ、とかね、私の判断に間違いがない、でしょう、 みたいなことをね、言ってると、え、もしかして確証バイアスがあるかもしれないですね。集団同調性バイアス、周りと同じように行動してしまう。ちょっと違うんだけどな、だけど、みんながオッケーって言ってるのに。え、私反対です、なんて言えないよな。私の意見も同じです。みんなが何とかと言ってるから、そうなんですよね。こういうものですね。日本人に多いです。前例踏襲バイアス。 これままでのの自分の考え方に固執してしてう私のやり方が一番だこうやりなさい過去これで成功したうまくいってるんだから変える必要ない、ねえー、コロナ禍の中で、えー、変えないというふうにね、えー、もう通した方はちょっとこういう傾向があるのかもしれないです。そしてインポスター症候群 能力があるにもかかわらず自分を過小評価してしまう。まあこれはねどちらかというと女性に多いです。私にはまだ無理とかね。いや管理職できませんとかね。はい。でこれは実はねデータがあるんですね。男性、えー、これやってみると聞かれたときに男性は六割方できそうかな。 と思ったらやりますと言うんですけれども女性は9割から10割ねできそうだできると思わなければやりますと言わないというデータもありますさて皆様はいかがでしょうか、えー、20丸あったらあそれはちょっとその傾向が強いんだなとそんな風に、えー、自分を振り返って出てきたとき あの時のバイアスが出てきたぞとねまあこんなふうに気づいていただいて、えー、行動を改善していこうというふうにつなげていっていただければなと思いますはい、ではアンコンシャスバイアスどうやって見つけるのということなんですけれどもこんな言葉が出てきたら、えー、要注意です例えば使ってませんか皆さん普通はな何,何々何とかは常識だ 女性は男性はは男ね、えー、私の時代は女性は家庭男性は仕事とねまあそんなふうに言われていましたけれども自分の価値観を押し付けてないというふうに振り返る「無理無理向いてないできっこない」こういう言葉がね出てきた時に相手の能力を勝手に決めつけてないそしてね「意外とやるね」って使ってません皆さん。 意外とやるねって褒め言葉じゃないですね。ちょっとこう低く見てたんだけど、え、やるじゃんとね。まあ、そんなことですから、ここも。勝手に決めつけていたんじゃないかなと言えます。そんなはずはない。そうに決まっている。まるまるに違いない。自分の解釈を押し付けてない。こうするべき。こうでなければならない。理想形ですよね。自分にとっては理想形。 それをあななたもやりなさいと、ね、勝手な理想を押し付けてないこれぐらいのことそんなことでめげるなとかね、まあ、よく言いますけれども自分の基準を押し付けてない、まあ、こんなふうに振り返って、えー、アンコンシャスバイアス出てきてますこういった時にはね。はい、ということなので皆様ここまでの間で同じ職場の中でかなり幅広な年齢層 がで一緒に仕事をしていくということが通常といいますかね普通になりますので、えー、であれば一人一人が能力発揮できるように持っていかないといけないということですのでそのためには「押し付け」「決めつけ」「アンコンシャス・バイアスないですか」とね、えー、で気づいてフラットな気持ちでぜひ聞いてみてください。 もう新たな発見出るんですよね「どうしてそう思うの?」とかね「どうありたいの?」とかね、えー、そういうふうにして能力を引き出すというのが、まあ、これからのポイントかなというふうに思っております。はいということで2つ目のパーツ「パーパス経営と社員エンゲージメント」こちらに入ってまいります。 皆様いかがでしょうかブーカの時代とね、いうふうに言われています先行き不透明ですはい。だけれども企業成長していかないといけないですね継続していかないといけないのでねでそうすると何が決め手になるかというとこれですパーパス経営と社員エンゲージメントですえどういうことということなんですがパーパス経営とは企業が 企業が単なる利益追求ではなく社会的な目的や価値観を持ちそれを企業のビジョンに組み込んでいく経営スタイルです。地域の中で社会の中でうちの企業はこういう存在意義があるんだということです。社員エンゲージメント社員が企業の目標や価値観に共感。 もう素晴らしい私も是非その一員として加わりたいこれが共感ですよね仕事に対してそうすると仕事に対して熱心で是非、えー、これがやりたい自発的に貢献したいと思っている状態これですで社員の方も企業に対して存在意義を感じていますではパーパスどういうものかということなんですが、まあ、このようにね えー、一本軸になる志とかねパーパス志とか信念原点社会の中でこうありたいということですので、えー、よくねミッションビジョンバリュー戦略と言われますがそうするとそれをまあ図式化しますとねこのような形になります。 パ、えー、パーパススコンののようなものですね、えー、この方角に向かって登っていくんだぞそのために、えー、まああの登っていったらねこんなふうな形になるよそのために必要な価値観ってこういう価値観でこれをだ大事にしようねでそのためにミッション目標設定、えー、だんだんとね目標を上げていきましょうと。 まあこういう図式になるのではないかなというふうに思うわけなんですが私はあの若い頃数学者の藤原正彦さんがねえ言ってらっしゃったんですあの山の頂上にはきれいな花が必ず咲いているそのことを信じて難解ですよね数学ってその難解な数学を解いていくと ここういういとなんですねもう本当に私は感銘を受けましてね、えー、私も苦しい時、えー、必ず頂上にはきれいな花が咲いているこういったことを信じて、えー、歩んでまいりました、はい、ではミッションビジョンとパーパスどう違うのかということなんですがミッション私たちの会社はどこに向かうのかという目指す姿や方向 企業として成し遂げたいことやどうなりたいのかというブランド、まあね、会社にベクトル向いてますよねなので役員管理職が主体となって決めてトップダウンですねそれに対してパーパス社会においてどのような存在なのかという存在意義これが最も大切なことです。 なのでどのような社会を作りたいのかどのような影響を与えられるのかということで考えていきますそして決め方役員や管理職そして現場の社員も一緒になって対話をしながら作っていきます少し前にね事件となりましたよね、えー、自分の店舗の前の木を除草剤をまいて枯らすというのが問題になった と思いますがパーパスの考え方から言いますとね自分の店舗の前の木はねもう本当に元気よく育ってほしいで掃除も欠かさないという行動に変わっていきます。はい、そしてもう一つねお伝えしたいことはレンガ3人の職人がねレンガを一生懸命汗を流しながら積んでいました。 でそこを通りかかった人がね1人目に「何をなさってるんですか?」。1人目はいや親方の命令でね、えー、レンガを積んでるんだよもうしんどくって苦しいばっかりなんてね下を向いて言いました2人目の、えー、レンガを積んでる職人に聞きました「何をなさってるんですか?」。いや、レンガをを積んんででね、ね、壁を作ってるるすよ。これ金になるから、ねとね えー、お金のためと言いました3人目の職人何をなさってるんですか後世に残る大聖堂を作ってるんですよもう本当に光栄なことだと思うんだよねと目を輝かせて答えましたまあ、こんな風に同じレンガを積むという作業なんですけれども人によってはまあ、お金のため生活のためという人もいれば えー、最後のね「れん職員」のように、えー、もう本当に目的意識を持って自分はこういう夢のためにこうあるもののために今やってるんだよと、まあ、全然変わってくるんではないかなとそんなふうに思っております。ではちょっと身近なところでね「えー、パーパス」に近いこと、はい、私に関わりのある、まあ、企業 なんですけれども、おたふくソースね、小さな幸せを地球の幸せにということで、えー、生活様式も価値観も大きく変わっていく今ね社会の中で変わらないものあるよね。それが小さな幸せ。私たちの会社は食卓の小さな幸せを提供していきます。追い続けます。こういうことです。 もう一つ前田ハウジング私たちは住宅事業を通しお客様の満足社員の幸福地域への貢献を同時に実現しますというわけですね社員の幸福地域の貢献、はい、幸福というフレーズがね今からポイントになりますのでちょっとインプットしておいていただければと思います。 であればその企業のパーパスと社員のパーパスどんなふうにつながっていくかということなんですが企業のパーパス社会的な存在意義ですそして社員のパーパス先ほどのね Z 世代の価値観を思い出してください。大切にしている価値観や社会の役に立ちたい Z 世代で、ね、意外意外とって言ってしまいましたけどはい。 社会の役に立ちたいと思ってるんですねなのでこのダブりが重なっている部分が大きければ大きいほど社員は企業のパーパスを自分のこととして捉えることができます共同協力し合って働く関係が生まれてきますではキリンビールを見てみましょうパーパスですね 健康健康な人を増やし疾病に至る人を減らし治療に関わる人に貢献するコミュニティ人と人とのつながりをつくり心と体にそして社会に前向きな力をつくり出す環境ポジティブイン,パインパクトで持続可能な地球環境を次世代につなぐ。 素晴らしいですよねもうちょっと感動、えー、してしまいますけれども、はい、そしてねメーカーとしての責任全ての事業展開国でアルコールの有害摂取の根絶に向けた取り組みを着実に進展させるというわけです。であのキリンビールといえばね、えー、日本で本格的にノンアルコールビールをね販売したところなんです。 皆さんちょっとイメージしてくださいこれかなりねその当時社内でけんけんがくわく議論をされたそうですその中で中心となったのはうちはアルコールを売る商売なんだとなんでアルコール抜きのものを売るんだとそこでね、えー、アンコンシャスバイアスですよねまさにでそこで女性社員の方がいやいや私たち妊娠中でもビール飲みたいんですぜひノンアルコールを とということで、ね、まあじゃあやってみるかということで、えー、開発されたそうなんですけどね今やノンアルコールビール当たり前ですよね、はい。といったようなことがありますので、はい、キリンンンビーールのの紹介ででしたでは社員エンゲージメントの部分に入ります、えー、これまででしたらねエンゲージメント満足度モチベーション忠誠心、えー、私は 従いますとね誠実に従いますというものでしたけれどもこれからは企業に対する理解共感信頼感この会社だったら、えー、自分は安定した生活ができるワークもライフもバランスよく過ごすことができるであれば貢献しようというものですよね。はい で私のの場合はですねあの実は、えー、ちょっとねあのはい白状しますと係長になった時にねこういう気持ちになったんですね、えー、実はそれまではねまあ粛々と仕事をすればいいは指示待ちだったんですけど係長になった時にねやっぱりこうあれもしたいこれもしたいというふうにね、えー、やりがいを感じてやってきたというふうな思いがあるんですけれども。 大事ですよねこの会社が好きだこの会社のために貢献したいこういうことですメリット離職率を改善させる本当にねどこもかしこも人手不足なのに離職率高いんですよねそして、えー、こういう企業であれば優秀な人材の確保につながる、はい、そして社内が明るく活発になる まあねいろんな意見も言ってもいいわけですよアイデアも言ってもいいんですね貢献したい人たちばっかりですからそうすると自立型人材がが育ちまますす顧客満足度にもつながります会社の雰囲気って分かりますよねお伺いしたら「あなんかいい雰囲気だな」とかね「あっんかギスギスしてる」とかね雰囲気とても大事なのでねはい。 そうすると生産性も上がり、業績もアップするというメリットがあります。では、社員エンゲージメントをアップさせる取り組みです。一番、企業の理念や目指す姿を明確に示す。そしてポイントは、社員とともに作るということです。二番目、企業の社会における存在感を示す。 これは、ねえーまあ、社内でもそうですけれども対外的にもオープンすする必要がありますねで私ある会社の,あの経営指針発表会に毎年行ってるんですけどご招待状が来ましたので行くんですけれどもねもう本当にね社長が述べてのげんこうです、はい、そして部門長が、ね、述べて最後は表彰があるんですけどねでお見送りの時にはね全社員がねこう並んで。 ありがととうございましたとねもう本当にいい会社だなあということを感じるわけなんですけれどもはいコミュニケーションの活発化ねこれは是非社内の中でコミュニケーションがとれる場づくりこれをぜひね考えていただきたいなと思うんですねそして活発にさせていくワーク・ライフ・バランスへの対応ここはねズバリ人として大事にする一人一人が大事だよこういうことです。 キャリア形成の明確化これ意外と、ね、明確にななってないんですねこういうふうにキャリアを積んでいったら未来の姿はこんなふうになるよとここはっきりさせると、えーまあ、ちょっと、ね、未来への展望が開けると思うんですけど、まあ、同じように人事評価と報酬の明確化と適正化意外とこれはね社長の頭の中にあるんですって聞くんですよね。 社長の頭の中見えないしえなんかさじ加減とかね思っちゃいますよねここを明確にすることによって、えー、頑張れば認められるんだ給料も上がるんだということがね、まあ、公平性がた保たれるかなというふうに思います。福利厚生の充実ということで、えー、エンゲージメントをアップさせる取り組み、えー、こういったことが挙げられるかなとそんなふうに思っています。 では、はい、えー、ここのパーツは最後になりますけれども3つのの要素のシナジー効果があるんですね先ほどのパーパス経営ね理念あパーパスというのはあの通常会社の方では経営理念とか経営方針とかね経営指針とかちょっと呼び方さまざまですけれどもそこに 社社会会における社会的意義が入っていたらパーパースですそしてエンゲージメントね先ほどの自分の会社における存在意義とかね貢献欲とかいうのが入ってきますそしてワーク・ライフ・バランス安心して働き続けることができるこの会社いい会社だなとね 思えるることができるそういったことがシナジー効果で好循環していくと社員の皆さんね生産性が上がりますそして企業の方でも長期的な成長これをアップさせることができるといったことが言えますでは3つ目のパーツに入ります。ワーークラライフバランスをアップデートということです。 従来型のワークライフバランス仕事と家庭の両立もしかしてここでとどまっていらっしゃる企業いらっしゃいましたらぜひ考えてください状況変わってきてますぜひアップデートしていただきたいなというふうに思っていますではなぜ令和の時代ワークライフバランス必要か注目されているか アップデートしないといけないかという,という点なんですがえ振り返ってみますとね2007年にワークラライフバランス検証でできままししたたけれど父として進まなかったですそしてこの数年働き方改革法とかね女性活躍推進法とかパワハラ防止法最近できたのはデジタル改革法というのもできましたよね。 まあそういったものができる中で、えー、コロナ禍の中で働き方、働く価値観大きく変化しました、えー。少し私のことを話をしますとね、えー、私あの十数年前に県庁におりました時に上司ね第一声なんだと思いますか身をこにして頑張りますだったんですね。 確かに身を粉にして働く方なんで昼夜問わずねメールが来るんですね私のところにそれで私に「田中さんファーストタッチが大事だよ」「一生懸命返しました夜中であっても」はいそうするとねこんな評価でした「馬車馬のように働いてくれます」「どうですかこれ」「アウトですよね今だったらねアウトですよねパワラですよね」 はい、だからなんか、あのー、その頃の私というのはねこう大きな仕事の中にポツンと生活が、ね、あるようなそんなイメージでした、はい、そしてね今「仕事」ということでお話ししましたが「生活」という面でお話をしますと私あの家庭裁判所の調停員もやってるんですねでそうすると「熟年離婚ね」ねとても多いですね。 でね本当にあの傾向があるんですけれども妻が申し立てて離婚したいんです」とね妻は用意すると準備しています夫の方は「え信じられないあの優しかった妻がなんでこんなことを言うんだこんな感じですね」ですけれどもちょっとねあの想像してみてください。で夫曰くねいや 昨日夕日普通に話をしていたのに今日帰ってみたら「もぬけの殻」「妻と子供が出て行ってたんです」「そんなん信じられます何かの間違いだ」とねまあそんなふうなことがよくあります。こ、はい、これどういうういとでしょうか、ね、まあ妻の方に聞きましたらね「いや私幸せじゃなかったんです」「これからは幸せになります」 とねまあ、そこにも「幸せ」というキーワードが出てきたなというふうに思っておりますが皆様仕事ばっかりしている皆様はね、えー、家族との時間をぜひ持っていただきたい生活なくなったらね本当にあのー、そうですから先ほどの離婚っていうのもね別に悪いことしてるわけじゃないんですよねえちゃんと働いて給料も入れてるし何がいけないんだとね、まあ、夫の方は考えてしまうわけですけれどもまあそればっかりじゃない。 といいいうう時代になってきてきるということこですねはいもうまさに夫の方はね「晴天の引き出きなんてねおっしゃっておられます。でここでは仕事、ね、効率的に仕事をしていくもうダラダラしない無駄な仕事働き方はしないっていうことですよね。貢献度アップそうすると、えー、うちの会社は本当に素晴らしいな貢献したいな とということになってきますそして生活こちらは健康的な生活ができる、ね、ワーク・ライフ・バランス取れましたら、えー、健康的な生活ができる皆さん健康というと何が一番大事だと思いますか睡眠です もちろんね食事とか運動とか大事なんですけど一番大事なのは睡眠なんですねで睡眠だけはね時間で取らないといけないですよねなので、えー、睡眠が取れるか健康的な生活が送れるかそうすると幸福感もアップするということになりますでは取り組み姿勢と目指す姿ですエンゲージメントね先ほどから何度も言っています会社のパーパスに共感しているよ 社会の役に立つ仕事をしているんだだからこの会社に貢献したいいいですよねいい感じですよね、はい、2番アトラクションアンドリテンションアトラクション魅力がある引きつけられるリテンション優秀な人材の確保ということこの制度があるからこの会社辞められない、ね、こういういろんな制度がある。 みんながワークライフバランスを取れるように、働き続けられるようにね。そうなんですね。あの、まあ、子育てもそうですし、介護もそうですし。皆さん病気になる確率もね、かなり高いですよね。まあ、私、あの、がん患者なんですけれども。 がん2人に1人はねがんになると言われていますからいいいつがんにななるかかうのはからないわわらけですよねでそうすると病気の場合も働き続けられるというのは本当にねね心強いです、ねはいえー、一方この会社に入社したいね、えー、Z 世代の方はね本当にリサーチしていますからね、えー、この会社がどういう会社かっていうことが、えー、キャッチできていますからこういう会社にほど 入社したいっいうのはね本当に嬉しいですよね。人を大事にしてくれてる。三つ目、会社の姿勢や決意、えー、会社としてもね本気で取り組んでるっていうねこう熱気が感じられると非常にいいですよね。そして、えー、この会社が好きだ、働き続けたい、ここで自分の存在価値を高めたいということにつながっていきます。 ではワークライフバランス推進に必要な全体感ですここね意外と抜けてますだからここだけやるというんではなくて全体を俯瞰しながら進めていく必要がありますそしてねワークライフバランスすべての社員にとって、えー、役立つ使える制度こんなふうにね えー、考えていく必要がありますまず1つ目ビジネス構造戦略ねビジネス面から見たワークライフバランスの位置づけ重要性ボリューム感役割役割っていうのは、えー、それを進めていく中でね推進体制を作ってじゃああなたはこの役割ねということで進めていくということです。人人的的資資本本の重要性、ねはいえー、これれれは言われておりますけれども 人を大事にする、人を育てる、人を教育したり研修したりする。私の知り合いのコンクリートのね、製造会社の社長はこんな風にね、言っておられました。えあ、私あの同友会で活動してるんですけど、この間ね、その社長に発表してもらったんですね。で、そうすると勤務時間の15%を社員の教育研修に使ってるって言うんですよ。これすごくないですか？ はい、本当にまさにね人的資本の重要性を考えておられるなと思ったんですけれども2つ目制制度度の整備状況ですす、まあ、いろんな、ね、制度あります、えー、その時に考えておく必要があることはバランスよくってことこですねどこだけをやるというものではなくそれで、えー、フレキシブルな働き方ができるよとか健康への配慮があるよとね、えー この制度はそのためにあるよというふうな位置づけがあると分かりやすいです。3つ目ビジョン理念行動指針経営指針針経営浸透させる必要がありますそしてワーク・ライフ・バランスと言ってもねイメージつかないよねというよりもイメージをはっきりさせるそしてビジョンへの反映企業のスタンスがワーク・ライフ・バランスを推進するものになっているかどうか。 ぜひチェッックをしてみてみください4経営者のコミトトメントこれね大事ですよね。対外的にも社内的にも、えー、経営者自身がワークライフバランス推進を本気で取り組んでいるかってことなんですけれどもね率先垂範でね経営者の自身もワークライフバランス推進してほしいですよね。はい 私の知り合いの社長はね。大学にね。学びに行かれたっていう社長さんもいらっしゃいます。けれどもね。その時にまあ強いリーダーシップを発揮しているかっていうことで、パーパス経営はい、是非考えていただきたいなと思います。5つ目フード文化、これね。大事ですよね。働きがいのあるフード雰囲気があるか、文化的レディネスがあるかどうかね。うん でそのために必要なことは心理的安全性です。意見が言える、わからないことが聞ける、失敗も言える、まあ安心してねそういったことが言える職場っていうのは心理的安全性がある職場と言えますし、エンゲージメントもね高まります。そして六番目、社員の意識です。ワークライフバランス必要だよねとね、えー、まあ全社員が思う。 そして職域拡大ね、まあ、例えば女性はね事務やってればいいよではなくってね営業やってみるとか設計やってみると、まあそんなふうに、えー、ちょっとね水を向けてもらいたいと思いますし、えー、ですから性別で役割分担意識を持っておくんではなく、まあ、これからはねますます性別関わりなくという時代が来ています。LGBTQ ね、えー、性別にこだわらない ということなんですが、Z 世代のね若者はもう全く抵抗感ないです。まあそういったこともねアンコンシャスバイアスの払拭ということでポイントになろうかなと思います。はい、では令和型ワークライフバランス、えー、ちょっとねシンプルに言いますと働き方改革の一環ですよ。目的は幸せに健康的に働くための。 働き方改革です女性活躍促進ね男女ともに働いて活躍するよくねこの活躍ねちょっとイメージ受け止め方が違っていたりするんですよねえ十分うちの会社は活躍しているよあそうなんですかじゃあちょっとあの女性社員の構成どうなってますあら10年選手がいないじゃないですかそれで活躍できますってことですよねはい。 アフターコロナ対応ねフレキシブルな働き方ができる DX を推進するデジタルトランスフォーメーションということですよねはいでは次にいきますワーク・ライフ・バランス推進に効果的な5つの取り組みということですまず1つ目フレキシブルな働き方リモートフレックステレワーク働き方改革残業削減 まあこういうことはありますけどね、むしろこっちの方が重要ですよね。業務見直し、効率化、休暇取りましょう、DX 推進して効率的な仕事をしましょう。そして育児介護等両立支援等っていうのはね、まあいろんな要件ありますよね。えー、っと病気になったりとかね、メンタル不調になったりっていうのもあると思います。継続就業可能なように、そして男性育休 はい、皆様方の会社ではね男性育休を取ってらっしゃいますでしょうか人事制度ワンオンアン面談ねこれ有効だなと私はちょっと注目しております採用配置評価再雇用制度ね採用といえばですね、えー、私が知ってる、ま、あの土木関係の会社だったんですがその社長はね「棚田中さん子育て中のママを採用したいんだ」というわけですよね。 なぜですと聞いたらいや子育て中のママはね本当によく働くとでそこはねちょっと朝が早くて夕方早い会社だったんですね両立できるうちの会社こそとね、まあ、そんな風におっしゃっておられましたけれどもそれから再雇用制度ねえ一旦たやめたけれどもいつ戻ってきてもいいよというね再雇用制度。 である会社は辞めた人に対してね業務委託をするんだというやり方もありますけどやっぱり再雇用制度としてあれば随分、えー、変わっていくかなと気持ちがね、えー、あるかなというふうに思っていますそして最後キャリアパスの明確化キャリアアップの仕組み給与体系とのリンクですねここの整理をしていくとね、えー、男女の別なく、えー、公平な評価採用 うと昇進が可能になるかなとそんなふうに思っておりますでは、えー、っと先ほどのねオレンジの部分の、えー、っと説明をしたいなと思うんですがおすすめなんです実ははいこれね、えー、現場のリモート化 DX の推進ということなんですね皆さんどうでしょうか建築の会社でね現場監督リモート化です どうですか。ええー、無理でしょうって思いました。はい現場監督ねえー、もう現場に行かないと仕事ができないよというわけではないんですね。ここの会社では、えー、ロボウォークといってねこうえ三百六十度こう回転しながらね、えー、こう映像カメラで映す。 そして今日の進捗状況こうですよとね共有のフォルダーに入れるとそれがみんなね見れるんですね関係者協力会社も見れますなのでえ今やってるんですね現場監督のリモート化これが可能になると実は女性でも現場監督できるんですそれ実際に女性の現場監督育成中ですまあ相場ね女性の現場監督が 誕生するかなというふうに思っております。だから、そこでね、いや、無理でしょうと思ったら、それでおしまいなんですよね。はい、だから、いや、待てよ。工夫のし、しがい、仕方あるんじゃないとね。アンコンシャスバイアスを外して考えると、可能性が出てきます。男性育休です。 もうね本当にね低迷しておりましたもう全然ね1%にも満たない状態でね男性の育休ってね進まなかったんですよねまあ先頃、えー、男性育休義務化ということもありましたことも受けて随分、えー、ね、えー、数値も上がってまいりましたけれどもねまあそれでもねそんなになかなか、えー、増えませんはいそして私の知ってる会社ね 男性育休100%なんですよ。可能なんですそしてねついこの間は、まあ、そこに訪問しましたらね部長になったばかりの人が男性が育休1か月取りましたと。素晴らしいですよ、ね、でそのもう大体予定が分かっているので算段できるというわけなんです。はいでえっと、湯崎氏私県庁ので仕事をしてき ましたので湯崎知事がね育休取られたのは2010年のことでした。私実は仕掛け人なんですね。はい。でまあその時もねあのまあ、いろんな意見出ましたけれども結果その育休を取ったことによって、えー、取れるんだよ取ってもいいんだよここが大事なんですよね。で湯崎知事は次にやったことは若い人たちを集めてブラウンバックランチってね。 あのその茶色いバッグの中に思い思いの、えー、ランチを入れてで、えー、みんなでランチを食べるというものなんですけれどもそこで話すことってねそうするといや来月子供が生まれるんですということを聞いたらすかさず知事が「育休取るんだろう」とね、まあ「こういうことが大事かなあ取ってもいいんだ」 ということで、えー、県庁の中で育休男性育休取得率っていうのはぐんと上がりました。はい、えー、ポイントになりますよね男性育休、えー、もう一つ有効な 取り組みワンオンワン,ワン面談ね、えー、ワンオンワンミーティングという呼び方もされますけれども皆さん面談はなさっていると思いますどういう面談をなさっていらっしゃいますでしょうか従来型のね面談というのは、えー、何か目標設定するそしてそれがどのくらい達成したかそして評価というものが多いのではないでしょうかワンオンワンはねちょっと違うんですよね はいまあ、もちろん業務のこともしゃべるかもしれないんですけどもうほとんどがプライベートなことです、えー、今ね家庭状況こうなんだとかね自分はこういうことを勉強してこんなふうになりたいんだということを話すわけですよね。目的が部下の成長、ね、何か困っていることがあったらこんなふうにしたら課題解決できるよねとねそんなことです。 実は私あの県庁職員だった時にね実はもうあの早くにワンオンワンやっていたんですねである彼がいや実は自分は今県庁の職員なんだけど大学に入りたいんだと大学のね先生になりたいんだとどういう方法があるだろうか、ね、私も考えました一緒になってね。 でまあ論文書いたらどうかねとかねまああのこういう、えー、ちょっと機会があるよとかねまあそんなことも言いまして彼は今ある大学の教授ですはいというふうにワンオンワン面談はねその人の部下の成長につながることと話をしますそしてポイントがあります面談上司は喋って喋りすぎてはいけません。 二割にとどめておきましょうね部下が八割しゃべりますということです意外とねこれ守れないんですよねついしゃべってしまうということでワンオンアン面談ねおすすめですはいというふうに一、えー、人一人を大切にするワークライフバランスぜひ考えていただきたいんですねでワークライフバランスね個別です一括りにはできません この人にはどういったことが必要かなここの人にはどういったことが必要かなじゃあ今ある制度の中で運用できるかなとねあよくあの制度あるんだけどね利用する人いないですっていう場合は全くニーズに即していないなと思っておりますけれどもねはい、えー、目的は社員がぜひこの会社で貢献したいと思うか否か結 健康的な生活ができるかどうかそしてトータルとしてね幸福感感じることができるかどうかこういうことですね、えー、慶応大学の前の先生前の教授がね幸福学っていうのをまあ、提唱していらっしゃいます幸福に思えるためには4つの因子がある必要だと言うんですねやってみようという意欲ありがとうっていう 感謝の気持ちそして何とかなるさっていう気持ちそしてありのままにね入れることまあ、これが幸福を手に入れるための4因子ですよと言っていますぜひアップデートさせてワークライフバランスによって社員の皆様が えー、貢献したくて健康的で幸福感を得られるようなそんな会社にしていただきたいなというふうに思っておりますまとめに入りますワークライフバランス推進で優秀な人材確保社員の定着を目指しましょう成功のための5つのポイントです1つ目 トップのコミットメントねパーパス経営社会のために社会的意義があるんだみんなも一緒にやろうというところです2つ目現場の声を吸い上げる仕組み よくですねあの現場の声を吸い上げましょうよアンケートをしてみましょうよヒアリングしましょうよと言ってもねいやいや田中さんそんなことしてね、えー、もう本当に不満が噴出したらどうするんですとね恐れる方もいらっしゃいますけれどもそんなに恐れることはないですね、まあ、これはできますねこ,こ,これはここまでだったらできますこれはちょっと考えさせてとねカテゴリー分けていけばいいなというふうに思っております。 3つ目アンコンシャスバイアスに気づくということです多様性ですねまあいろんな価値観あっていいよね、えー、そう思えることがあなるほどそれいいアイデアだねっていうことにつながります4番すべての社員のワークライフシナジーですねもう本当に一人一人を大事にする健康をゲットできます5つ目ワンオンアン面談でねエンゲージメント 自分はこの会社でねこういう存在価値があるんだもう本当に、ね、感じるよ実感できるよそれが幸福感につながります。ということでぜひ皆様の会社においてもパーパス経営エンゲージメントを高めていくワーク・ライフ・バランスの取り組みをしていくことによって全ての社員が成長して活躍する企業を目指していただきたいとそんなふうに 考えておりますはい皆様ご清聴ありがとうございました。